ようこそジュエリー花島へ。今回の動画では鍛造リングのご紹介をさせていただきます。鍛造リングって聞いたことありますか？鍛造リング、はい、名前だけは聞いたことあります。ありがとうございます。どういうものかは分かってないです。はい、今日はですね、そのすごくここ数年人気が出てきてます、はい、鍛造リング。人気なんですか？人気です。私も取り扱いがたくさんありますので、はい、まあ、その鍛造リングとは何ぞやというところについてお話をさせていただきたいと思います。指輪の作り方ってそもそも鍛造と鋳造ってあるんです、はいはい、世の中にあるマンホールとか、はい、タイヤのホイールとか、まあ、いろいろあるんですけども、ジュエリーも大まかにこの2つの作り方がありまして、はい、鍛造っていうのがその名前の通りというか、その歴史の通り叩いて金属に強度を持たして作っていくっていう作り方なんですね、はいはい、で鋳造は何ですかっていうと、まあ、最初に型を作って、そこにこう金属を流し込んで、あ、なんかワックスとかで作るイメージですね。そうです、その通りです、はい、そういう感じなんですよね。ジュエリーって曲がったりとか、はい、例えば石が止まってるものとかって外れないんじゃないかとか、うんうん、もう絶対永久不滅、その形をとどまってるっていうふうに思われると思うんですけども、はい、実は曲がったり歪んだり、うんうん、石が取れてしまうことってあるんですね。例えばお車のドアに挟んでしまったりとか。ああ、痛いな、それは。痛いんですあとは、はい、以前あったお話だとバイクに乗ってらっしゃってて、はい、ちょっと転倒してしまった。ああ、それでありえそうですね、はい、こう転んでその衝撃で石が取れてしまったりとか、はい、あと日常生活においてもスポーツをされる方、はい、例えばゴルフだとか、まあ、テニスとか、あと野球、まあ、何でもそうなんですけど、腕に力が入るときにつけてると負荷がかかっていくんですね、うんうんうん、そうすると歪んだりとか、気づいたら石が外れてたりとか。そのぐらいでもなるんですね。なります。この一瞬の力でかなりこう負荷がかかるんですけども、はい、そういったときにもうできる限りもう毎日使って、うん、私はスポーツもたくさんするし、重いものも持っちゃうし、力仕事もしちゃうっていう時に丈夫なものが欲しいっていう方は、うん、その鍛造リングっていうのをすごくおすすめしてます。へえ、鋳造に比べて丈夫。丈夫です。その名の通り鍛えるって書きますね。そうなんです。鍛錬して鍛えます、はいはい、金属っていうと主にジュエリーだとプラチナとゴールドというものに分かれるんですけども、はい、色は変わらないんですね、それぞれ、はい、ただ硬さにおいては、うん、ちょっとこう足りないんです。プラチナとゴールド純度 100% だと。はい、なるほど。じゃあ何をするのかっていうと、違う金属を混ぜて硬さを出すっていうやり方か、もう金属そのものを鍛えて硬さを出すかっていう2種類なんです。金属そのものを鍛えて鍛えるっていう、かっこいいですよね。かっこいいですね。かっこいいです。この2択しかないんですね、はい、なんか叩いてるっていうと、うん、元々の素材よりも叩いた分ちっちゃくなる気がするんですけど、はい、あ、おっしゃる通りです。あ、ちっちゃくなるんですか？ちっちゃくなります。その分ちっちゃくなるのを考えて多く使うんです、はい、あ、贅沢ですね。そうなんですよ。鍛造リングのいいところっていうのは、はい、貴金属を贅沢に使って丈夫に作っていく、うんうん、へ、逆に言うと鋳造は製造コスト面から言うと、まあ、無駄なものを使わない。その分、まあ、比較するとちょっと薄いっていうイメージなんですよね。じゃあ比重も変わってくるんですかね。そうですよね。へえ、はい、面白いですね。そうなんです。ただ、まあ、ここまで聞くとすごい鍛造リングいいじゃんかって、うんうん、ね、全部のジュエリーそれにすればいいじゃないかって思うんですけども、硬、はい、い分、うんうん、やはりデザインがあまり選べな い, っていう。ああ、なるほど。加工しづらい。その通りなんです。例えばデザインでいうとまっすぐな形のものしかないとか、ブライダル結婚指輪とかでいうと、はい、少しカーブがかかったデザインとか、うんうんうん、こう V ラインのデザインとか、はい、そういうのをつけたいって言った時に鍛造だと難しいって言われていたんですね。選べるデザインが少ない、はい、でそこでじゃあ私は可愛いデザインがいいわとか、うんうん、こう可憐なデザインがいいわっていう方は、まあ、鋳造で作られたものを選ぶしかなかったんですけども、はい、やはり技術革新はしてます。へえ。うちのお店のジュエリーなんですけども、はい、例えばここにこうバッと出してるんですけども、はい、以前はピンクゴールドとか金とかプラチナのコンビネーションって言われるものを作るのが難しいと言われたんです、鍛造は、はい、ところがですね、
最近そういったカビもなくなってきまして、まあ、ここにあるような形で金とプラチナの、ね、はい、コンビネーションリングとか、はい、あとデザインも先ほどカーブのものがないとか、うん、少ないって言ったんですけども、これ全部単造ですか？これ全部単造です。単造って書いてある？はい、書いてます。なるほど、はい、これだけあるんですね。まあ、これ以外にもあります。一応、80型以上。あ、そんなにあるんですね。あります。で、まあ、これはまあ確かにまっすぐじゃない。そうなんですよ。カーブのものとか、はい、繊細なデザインのものもできるんですね、はい、そうすると今までこう丈夫なリングが欲しいけど、うん、デザインが選べなかったっていう悲しい思いをした方が、はい、もっとこんな風に選べるんだっていう風に発想が変えられるっていう。なるほど、はい、まあ、ここまで単造も技術革新によってデザインも選べるようになってきましたし、うん、繊細なものも出てきた、こういったコンビネーションも出てきた、すごいいいなって思うんですけども、気をつけなければいけないことがありまして、はい、サイズ直しが難しいんですね。おお、なるほど。一回作ってしまうと。そうなんです。サイズダウンもアップも両方難しいです。両方ですか、はい、一般的に単造のものは受け付けないっていうのが基本です、はい、で、単造リングも私どもが専売してるわけではないので、はい、他社様でももちろん取り扱いあるんですけども、はい、おそらくメンテナンスはサイズ直しは特にされないところが、うん、ほとんどだと思います。新しいものと交換。ああ、重さでってことですか。そうです。なるほど、はい、っていうふうにしかならないんですね。で、私も金とかプラチナ、まあ、異素材を使ったものは正直難しいです、はい、なぜかっていうと溶ける温度が違いますから、うん、ただ単造の作りでもプラチナだけとか、はい、金だけとかピンクゴールドだけというものは直せます。おお、いいですね、はい、ジュエリー花島の職人さんはそれもできちゃいます。やってしまうと。やってしまいます。素晴らしい。で、かつこの単造リングという作りが丈夫で強度もあるリングと、はい、もうずっとお話ししている世界で最も美しいラザールダイヤモンド、はい、並びにあのハート級のピンクダイヤモンドを使った単造リングが作れますよっていうのは、なるほど、ここしかないんです。で、メンテナンスもきちっと受けていきますし、はい、もうとにかく丈夫で輝く指輪が欲しいっていう方は、うん、ジュエリー花島の単造リングをおすすめします、まあ、あくまでこれは基本の形であって、はい、例えばダイヤモンドの数を1個止まっているものを、はい、例えば3つにしたいとか、うん、5個にしたいとか、うん、そういうアレンジはできます。なので、あくまでこれはデザインの一例だと思っていただいて、はい、そこにご自身の思いをプラスしていただければ、うん、またそこで世界に一つだけの単造リングが出来上がります。今回の動画でその初めて知ったっていう方も見ていただいて、で、実際指につけていただくと、うん、もうこの単造ならではのフィット感とか あるんですね。そういうのも、そういうところもありますので、ぜひ店頭にお越しいただいて、はい、全80型つけて、はい、つけていただければいいと思います、はい。